アーセナルファン大歓喜、CL パリ戦でデンベレ招集外に。フランスレキップによると、デンベレはルイス・エンリケ監督と衝突し激しい口論になったという。そして懲戒処分として、10月1日に控える CL アーセナル戦の遠征メンバーから外れた。PSG 加入2シーズン目を迎えたデンベレはリーグワン開幕から6試合全てに出場すると、これまで4ゴール4アシストと大活躍。キリアン・エンバペが抜けた中で中心選手として支え、5勝1分け無敗で首位を走るチームを牽引していた。デンベレほんまに招集外やん。ドンナルンマ、バルコラ、ガニン、ザイユ・エメリ、ジョアン・ネベス。デンベレがいないからって強敵なのは間違いないですね。相当ありがたいよ。なんだかんだ一番の脅威だと思ってたから。何勝手にエンリケとデンベレ喧嘩してんの？弱みはシュートだけにしてくれ。怪我とかじゃなくてちゃんと問題起こして招集されてないのくさ。招集されない理由が容易に想像できたわ。別方向に問題児化したなデンベレ。もうサウジしかない。バルサ放出して正解だったわ。デンベレお前何しとるん？シャビ監督に復活させてもらったのに、バルセロナ戦で 2G 決めるプラスゴールパフォーマンスしたくせに。デンベレも出れないのは今のマンシンソーやアーセナルからするとだいぶありがたいな。エンリケと口論したからデンベレ4番って、あいつ抜きでアーセナルに勝てるんかいさ。いくら揉めてるとはいえ大事な試合でデンベレ外すかね普通。まあ大事な試合だからこそ外すことに意味あるんだろうけど。デンベレすっごいアホじゃん。アーセナルは大歓喜だろうな。